い、皆さんこんにちは。チャンネルダッドのお時間です。大地です。サクです。慎太郎です。サルタです。はい、今日はこの4人で行きたいと思います。よろしくお願いします。おっ、で今日も手に持ってる通りですね、ボードゲームの、紹介をしていきたいと思います。はい、本日はワードバスケット。おっ、はい、これは何かと、どんなゲームかというと、まあ、こういう手札、はい、あとか絵とかこういろいろ書いてある、文字が書いてある手札があるんで、これを1人5枚ずつ配って、で例えば、山札からここに1枚引くんだよね。山札から1枚引いて、ここにいきなり6。それはでも出しだね。これ出しだ、ワイルドなんで、ちょっと待って。ワイルドだろうなんて、これ。これ、レとかがあったら、例えば、このレで、レってこう出るじゃないですか。そしたら、レの、これ、箱の方なんだけど、箱だと見えないから、ちょっと下でやりましょう。はい。で、の3文字以上の、しりとり、手札をこう持ってて、そこで、例えば、レだと何がある？レールとか、レールとかだと、ルを持ってたら ルをこう出すと、ノなんで俺出せないけど、あとは、レイはとか、ハチとか、なんかそう、難しいあ、でもまあ、説明が難しいけど、まあ、3文字以上のとにかく言葉の最後の文字をここに出していくっていうゲーム。で最後にカードがなくなった人が勝ち。勝ち、はい、で、運では上がれないのかな。運はダメなのかな、はい、運はダメで、あとワイルドカードとかちょっとうのっぽいのもあるんですけど、まあ、それは出たら説明していきます。で、まあ、ワイルドカード簡単に説明すか。なんかね、あ、ちょうどあった。これ、他領の、これ、立ち捨てとどれでも使えるってやつね。どれでも使えるっていうワイルドカード、家業とかもこうあるんですけど、それとか、あとは、さっきちょっと出ちゃったこの5のワイルドカード、これは5文字で、でも例で5文字思いつかないけど、5文字でこうやって終わると、終わることができると。で、冷蔵庫5文字だよね。だから冷蔵庫で置けるってことですよね。そうですね、そういうことですね。こういうワイルドカード、あと7プラスと6と7プラスっていうのがあって、で5ですね。これがワイルドカードですね、はい、で最後1枚になったらリーチを言わないと手札から1枚取らなきゃいけないと、まあ、ちょっと分かりづらいと思うんでやってみたいと思うんで、はい、ね、やってみます。はい、じゃあここから実践やっていくんで、実践で、はい、配ってもらえれば、はい、配ってもらえれば、とりあえずまず5枚ね。で、さっき、まあ、ちゃんと一人ずつじゃなくて、なんかこれは思い立った人がどんどん出してっていう、で早く減らした人の勝ちっていうゲームみたいですね。そういうことです。よし、じゃあ、はい、そのこっちのこと。じゃあ、こっちのいいですよ。じゃあ、記念すべき1枚目を、はい、いきますか。皆さん、大丈夫ですか。はい、じゃあ、はい、じゃあ、誰からだって。誰からになったって。いや、もう早いもん勝ちですから。早いもん勝ちですから、とりあえず、はい、行きましょう、はい、せーの、ドン、ト、ト、はい、トンボ、へ、ボ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 、ほ、ほ、ボクシング、ク、クイズ、早えよ、ズ、ズ、やべえ。あ、スでもいいんか、はい、ス、あ、ズーム、早え、やべえ、一気にやばいぞ、ム、難しいな。虫眼鏡、ね、おぉ、ね、これ何、ね、虫眼鏡、ね、猫カフェ、これは猫カフェだと、なちっちゃい、エリア、あんこ、子犬、ぬいぐるみ、三
つば。早っ。バンガロー、う。すいません、ちょっとあの急遽カメラ切れちゃったんで、はい、あのこれでいきますけど、俺もちゃんと参加しますから、ここにバンと落としますから、俺もしあったら下に落としますから、カメラ、はい、じゃあいきましょう、はい、いきますよ、はい、せーの、はい、うもあ、運が小さいのか、もぐらな、あ、リーチってない、リーチ、あ、言ってないか、おしまい、1枚取ってください、1枚マスクソだ。来世。言ってません。ああ。戦闘機、あ、違う、戦闘機、あ、ダメだ。六六だった。セイカリッチ。お。で、四文字最後は。果実園。果実園。あ、ね、うん、うん、ダメなのか。海の場合ペダルティ。あ、です。あ、で、これも戻しです。四文字ってきつくないですか、リッチしても。か。とりあえずカンザス州、うん、カンザス州、カンザス州、うん、カンザス州、うん、州、うん、州がちっちゃい CU で6文字でいいですよね、うん、海の家今この当たったのに、ね、まあいいや、海の家、ええやろ、ロサンジェルス、リーチ、スス、スキマ、リーチ、これ1枚捨てて2枚です、えっ、えっ、こういう使い方なんだね、ダメかな、これ取れるか、へっこみとかダメですかちょっとダメだな、あ、でも、そうだよ、4文字だもん、いや、4文字が上がれない、これことわざとかいいのかな、いや、だダメですよ、ことわざとかダメだ、へきき、へきち、リッチ、ちくしょ、俺カメラ撮ってたぞちですね、チーター、リーチ、チーター、あ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 、やめ、よし、あ、ダメです、ダメです、4文字、4文字、4文字、ダメなの、あ、さっきなんか言ってた、そんなこと、最後4文字、俺がカメラ用意してない言ってたよ、なんかね、そういえばね、そうです、なんだよ、あ、バレちゃったよ、だから僕さっきからずっと上がれてないです、秋雨、おー、綺麗、よろしかった、一着、めくりましょうか、めくってくれ、めくりましょうか、めくりましょうか、はい、はい、あ、え、もう一回ですね、あ、そういうことか、えい、つ、あとみんな4文字じゃなくて上がれないので、ふです、こ、
応ちゃんとした言葉なんですけど、あの書物とか行くと、あの文書って言うじゃないですか、うんうん、あれは大丈夫ですか、うん、いいんじゃないですか、上がり、あいえ2人目上がり、はさまた2人の対決ですね、よっ、だから逆に増やして手札増やしてやった方がいい気がしますね。どうですか。じゃあ本当にそうします。そう。そして僕も出して2枚。わーわーえぐいですね。これ2枚来たんですよ、さっき。わーわーえぐい。はい、わから。わで終わる言葉なかなか。そうなの。ちょっともうダメだ。ちょっとこれも。いきます。俺ずっとさ。あるはず、これはあるね、絶対あると思うよ、うん、これ機関車だと4文字になる、4文字じゃないんじゃない、これ5文字視野だもん、視野ダメだね、はい、禁酒、およっしゃ、同じ、俺もね、わーよし、はい、はい、じゃあさくちゃんが負けでーす。はい。罰ゲーム仲間。はい、はい、まあとりあえずちょっとカメラがね途中で切れ、こっちの本体切れちゃったんで容量いっぱいになっちゃったんで急遽こっちに変えたんですけども、なんだっけ、バスケット。ワードバスケット。ワードバスケットっていうゲームで、まあ早いもん勝ちでどんどんやってたんだけど、こうなかなか思いつかなくなるとハマるっていうゲームでしたね。はい。分かってもらったかな、見てもらった方。まあでも頭使ってすごく頭の体操になるゲームなので、もしよかったら皆さんやってみてください。この後は、さくちゃんの罰ゲームです。はい。はい。はい、皆さんまたお会いしましょう。罰ゲーム見てくださいね。はーい。はい。罰ゲーム、さくです。やります。まあ、これ、変哲のない、ストローです。これが、うん、一瞬で消えます、いきますよ、見ててください、1、2、3